400年間の国典の数ダルトン極小期は1790年から1830年まで続いた太陽活動が低かった期間である。イギリスの気象学者ジョン・ドルトンにちなんで名付けられた。マウンダー極小期やシュペーラー極小期と同様にダルトン極小期は地球の気温が平均より低かった時期と一致している。この期間、気温の変動は約摂氏一度であった。 この期間に気温が平均よりも低かった正確な原因は分かっていない。最近の論文では火山活動の上昇が気温の低下傾向の大きな原因の一つとなったと主張されている。1816年の夏のない年はダルトン極小期の間に起こり、この年の気温低下の主原因はインドネシアのタンボラ山の大爆発であった。 A detailed analysis with the hour roll, and solar data has been given by Wilfried, シュローダー NN, セフォブイン A paper in an, ジョヒス 2004, also details can be found in Wilfried, シュローダーダスフェイノマンでポーラーリクッツドムスタットビソンシャフトレカブークガセオルシャフト 1984, and サイエンスエディションブレーメン2000ありがとうございます。